の湾のユージ君は日本のユージ君でもありますが、うちら日本国民は俯瞰して見ておくだけがいいです。産経新聞2024年8月12日石破茂ユージ君へ危機感共有。タイの湾副総統と超党派訪問、後ろから前原らと同行。メンツが記事によりますと、自民の石破茂ら超党派の国会議員団は12日タイの湾を訪問し、台北の総督府で副総統の蕭美琴さんと会談した。タイの湾のユージ君への危機感を共有し、日タイ間の日本とタイの湾の間の連携進化を確認した。石破茂は9月の党総裁選ぶやつへの出馬の意向を事実上表明しており、自身の外交政策に生かしたい考えだ。会談後、記者団に中の国の行動や能力を一番知る立場にあるタイの湾との知見の共有は大事だと述べた。私、タイの湾と中の国はプロレストムとジェリー仲良く喧嘩しな状態やねんなって見ています。それは後ほど。訪問団は日本の安全保障を考える議員の会のメンバー6人、石破と教育のなんかを実現する会の後ろから前原代表が共同団長を務め、自民の中谷はじめ元防衛省、立憲ミンスの渡辺らも参加した。国を守るには右も左もないとか言うやんか。あれは右も左も保守言うてる連中も猫が同じのマルクスで、そう思わせたいだけやからね。国を守るには残念ながら自民しかないねんやんか。しかし石破茂さんなんてフレネミ、味方のフリースタ的にしか見えねんけど、14日までの滞在中に総統のライライと前総統のサイさんのほか、外交部長の林さんや、多分議員さんやねんやろうけど、国防部長のライさんとの会談を調整している。関係者によると翔さんは会談で11月のコメ大統領を選ぶやつの結果に関わらず、堅固なコメ対関係は揺るがないとの認識を示した。私、戦時中までに出版された先人の書を紐解いて、歴史の真実ごそごそして Amazon Kindle 電子書籍で出版してきて、タイの湾省の解析している国民のあれが入り込んだところでアウトやでって分析しました。インターネット SNS では、タイの湾の人たちはみんな親日で言うて、保守保守うるさい人たちはタイの湾に親近感持たせよう持たせようとしてきましたが、タイの湾のことは政府に任しといたらええねん。外省人、中の国の人たちが入り込んだところで味方のふりした敵フレネミーがいっぱいいる。日本は中の国と戦いましたが、今のトモさん一党独裁の中の国と戦ったのではなくて、タイの湾に逃げ込んだとされる省の解析率いる国民のあそこと戦ったんですよ。だから国交がないんですね。中の国を仕切ってた省の解析さんは自由なおそうめん屋さんの高級幹部やったんです。自由なおそうめん屋さんって自由フリーおそうめんメイソン、孫の分もおそうめん屋さんの高級幹部やった。省の解析さんが中の国を仕切ってた時、友さんの党が現れました。友さん共産のことです。普通厄介な人たちが現れると駆逐殲滅退治しようとしませんか。しかし省の解析さんはそれをせずに友さんを容認する政策を取りました。向き合う退治を選んだんです。なぜならば友さんの党の大元コミってるから、コミってるってコミンのテロン、あそこから支援受けてたんです。コミンのテルンは自由なおそうめん屋さんが指導団体についております。盛大なプロレスが行われてるんです。私の分析では国民のあれとあれの部分等やねんけど、あそこと
中の国の友さんのとと戦いました。戦って負けたふりして、ショーの解析さん率いる国民のあれがタイの湾に逃げ込んだやと思います。で話し合いましょう言うて、タイの湾の偉いさんを呼び出してコロコロってしてしまいました。で戒厳令敷いて封じ込めました。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて歴史の真実ごそごそして、 Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたんですね。社会統計の学者さんとお仕事をさせていただく光栄な機会に恵まれて、政治学者ってこの程度でなれんの、てか社会党ってなんなんっていう苛立ちから社会党の本質を知りたくなってリサーチを開始したんですね。その時の責任者の方が定年後に友さんの党員として生きる宣言をした。友さんは共産。それ聞いた時、だからあの時理不尽やったんやって妙に納得したんですけど、社会党も友さんの党ももともと同じ組織やったんですね。第二インターナショナル時代まで世界各国で王室が潰されて共和国制になっていった、それやってきたんが第一第二インターナショナル。ロシロシで大きな核の命が起こって、ロシロシ核の命あれが成功して、レニンのおっさんがホモレーって伸ばす、マルクスレニン主義のレニンが第2インターナショナルから第3インターナショナルコミッテル国際共産党に独立させた。コミッテルってコミンのテルンやねんけど、もう亡くなったことになってんねんけど、指導団体が自由なおそうめん屋さん、自由フリーおそうめんメイソン、亡くなったふりしてるだけやんか。おそうめん屋さんのお眼鏡にかなった人しかトップになれないのが雨の利他。日本人であるならば保守でないといけないってやってる人たちって、ニュースオート運動やらされてんのかなって。ニュースオートに焦点合わせると面白いようにニュースオートにつながっていってんけど、保守の代表格のドンみたいなおばちゃんおるやんか、ニュースキャスターなさってた方。あの方 T1 協の会の千日クラブで活躍してるなぁ思って、発見した時から全く見てないねんけど、そもそもクリスチャンサイエンスモニターっていう宗派関係ないキリストさんの日刊誌にお勤めやったんですね。そこが T1 協の会の世界の日報と提携してたから、あの方 T1 協の会の千日クラブで発見。クリスチャンサイエンスがニュースオートの基礎になって宗教やね。で、おそうめん絡んでん。ビヨンドシークレットっていうザ・シークレットも怪しいもんやでを題材にした文語本に書かれてあって、自由なおそうめん屋さんと共生関係にあるって、自由フリーおそうめんメイソン。国民が選んだという形を取らせて、資本の世界を潰させて、社会の窓主義の世界に誘って、後に友さんにしていく、世界を一つにワンワールドっていう計画があって、それに沿って世の中動かされてて、ほしほしうるさい人たちって、ヒステリックに発狂しはるやんか。任務が遂行できへんかったら、自己批判に応えろ、なんて意味不明なこと言われてパチコンってされる人たちなんかな。友さんの主義者、社会の窓主義者って、お口べっぴん、笑顔の悪魔、仲間になったら必ず、恐怖で支配されて、自己批判に応えろ、なんて意味不明なこと言われて、バチコンってされはんねん。自己批判、トレビアン、バクバカン、イタイタ、あーっていう儀式に持ち込まれはんねん。だから、工作員みたいなことやらされてる人と会話せえへん方がええねん。省エネ対処法。うちらは、資本主義と日米同盟だけ守ってりゃいいんですよ。ほしほしうるさい人たち、意識高い系のセミナーに行かれてる方たち、宗教にハマってらっしゃる方たちは、自民イコール悪、資本の世界がダメなんだって思い込まされてるから厄介で、新しくできる政党を支持させようとしてくるやんか。私、小泉政権下で社会統計の学者を担当して、小泉さんのこと大嫌いやって、自民も嫌いやったんよ。でも、あの時振り返って、小泉のおっさんでも自民でよかったんやって、愕然としましたからね。で、石破さんって出戻りさんやねんな。母方の親戚におそうめんのロッジの人がいたり、自民から新政党に行き新進党に移ってるねんな。新進党って子供たちに赤いスカーフと紺色のスカーフを任しててんけど、政治の世界で赤いスカーフって友さんの主義の誓いやからね。新政党って旗の務むと小沢のいっちゃんらが自民を離党して結成した政党で、味方のふりした敵、フレネミーが作った政党って認識して、そこにいた人避けるべきやと思うねんけど、新進党にいたというだけでアウトやと思うねんな。東京都知事やっている小池のゆりゆりも新進党にいてんけど、
今回の東京都知事選ぶやつでは、あの人しかおれへんなって感じで、よかった、めでたしめでたしやねんけど、ほんま複雑な気分。タイの湾のユージ君は日本のユージ君でもあるけど、私たちが見せられてるものって、おそうめん劇場、おそうめん劇団員の寸劇っていつも言ってるんですけど、うちらはタイの湾に関しては、大変やな、頑張ってくださいね、心から応援しています、言うて、言うとくだけでええねん。面倒なことに巻き込まれてしまうので、日々楽しく美味しいもの食べることだけ専念したらええ。